2月13日土曜日です。気分爽快フリーザ様の今日も PON。 皆さんどうもフリーザでございます。今回の教本はまた雑談です。申し訳ありません。本当に悲しいことがあった反面、私的にはとても嬉しいことがありました。ちょっと今ここにはちょっとないんですけれども、こちらですね。これ、私のプラモデルを作るっていう動画、これをですねちょっとアップしました。でその動画にですね、なんとシャケーザさんが講演してくれたんですよ。シャケーザさん、まあちょっとご存じない方が見えるかと思いますが、まあ本当、シャケの、切り身をまあ、ここにね、かぶって、これですね、ここの、紫の代わりに、鮭のオレンジ色、オレンジ色ですね、ここもオレンジ色です。はい、その方がですね、私の動画に見てくださって、そしてコメントもくださいました。鮭浦さん、本当にありがとうございます。嬉しいです。本当に、いや、嬉しいですね。私はシャケーザさん、あのゲームが好きなんですよ。嬉しいですね。私より、なんか、上手ですね。そういう褒めの言葉をいただきました。ありがとうございます。いや、シャケーザさん、シャケーザさん、本物のフリーザさん、ですね、共演した時にですね、私はその方を知りました。フリーザとシャケーザさん、シャケーザさん、なんかもういやもう本当にもうそっくりですからね、本物のフリーザさんと。まあ化粧もちょっとまあちょっと私に近いか、私の場合はちょっとですね、化粧をちょっと黒い部分を増やしてますけど、いや本当にちょっとね、このちょっとシャケーザさんっていうのはDB 芸人ではありません。DB 芸人ではありませんけどね、DB 芸人でね、ちょっと悲しいことがありましてですね、このね、もうお分かりかと思うんですけど、DB芸人のファンの方がね、ちょうどあったんですよ、このカードフィギュアがね。最近これくっついてるんですけども、これがこうなっちゃったんですよ。分かりますでしょうか。もう離れちゃったっていうか、もう離れちゃったっていうか、ちょっとそれでね、ちょっと悲しかったんですけれども、私の動画にですね、シャケーザさん、この、ね、プラモデル。なぜ、シャケーザさんがね、私の動画にコメントくださったかというとですね、シャケーザさんもですね、このフリーザのですね、プラモデルをね、作っていた動画があります。で、それでですね、私が、シャケーザさん動画にですね、ちょっとコメントをね、したところですね。で、シャケーザさんも、今度は代わりに私の動画を見てくださって、コメントもくださいました。いや、
本当にありがとうございました。シャケルさん嬉しいです。シャケルさんの芸風がねもう好きでもう嬉しいですねこんなバカな格好してますけどねはい、ということです。はい、なんだかいやーなんか嬉しいような悲しいようなです。本来はこの動画を作る予定ではなかったんですけど、まだちょっとねメイク落としてなかったのが幸いで、なんとかもう一本作ることができました。2月12日に4本作れましたね。シャケーザさんのおかげでもう一本作ることができました。シャケーザさん本当に感謝いたします。ありがとうございます。という、まあ、今回は、もうシャケーザさんのファンです。では今日は、ここまでです。あ、紙はちょっと用意してませんでした。では、キエイ。